さらでございます。聴者が教えてくれない営業のコツ。今日は売れない営業が無意識に使っている NG ワードということで、もしちょっと自分がこういう言葉を使いがちな場合はですね、あの売れない思考にな,りなっている可能性が非常に高いので気をつけていただければなと思います。まあ、基本的に使っている言葉っていうのは、自分が今考えていることとか思っている言葉が言語化されているっていうことなので、頭の中も表しているわけですよね。なので、どんな言葉を使っているとどんな思考になっているのかっていうところから今日は考えていきたいなと。 思いますはいでは早速。 中身見ていきたいと思いますが、まあ、営業で成果が出ないのは言葉ということで、1つ目がどうすればよいですかということで、このどうすればよいですかとか、あと次が何をすればよいですかということで、結局もう考えてないんですよ。なので、答えをくださいっていう聞き方の質問になってしまっているので、自分で何かをするっていうことがまあ起こってないわけですね。でその、特に営業で、特に商談とかテレアポントークっていうところ、当然質問をいただいたりとか、相談するっていう機会は多いと思うんですよ。まあ、上司だったたりりととか、まあ、誰かか誰コンサルついたりとか そういう人にどうすればよいか何をすればよいかっていうところを完全にゼロベースで投げるっていうのが基本的に NG でっていうのはお客さんと直接コミュニケーションを取っているのはその営業自身、自分自身なわけですよね。なので、それを踏まえた上で自分がどう思っているのかっていうところのほうがやっぱ精度としては高いわけですよ。 でその制度かずれてないか合ってるかっていうふうに確認をしていかないと結局、まあ、その人がいないと営業ができないみたいな状況になってしまうのでどうすればいいか何をすれば良いですかではなくてこういうふうに思ってるんですけどどうでしょうかみたいな聞き方をしていただくのがやっぱ大事かなというところです。で次3つ目が分かりません ですね、あの分かりませんって言われちゃうともうどうしようもなくなっちゃうので、まあ、考えましょうという言葉と考えずに動く言葉としてはとりあえずなんですよねあのと,りあえずとりあえずやっときましたがとりあえず頑張りますみたいな言葉っていうのは、まあ、一見なんかスピード感があって頑張っているように見えるんですけどこれやっぱ行動が伴うと、えー、っと思考が伴わない言葉なので、まあ、とりあえずやりましたっていうふうに、まあ、早くスピーディーに動くっていう目線だけで見ればいいんですがやっぱりしっかり考えて動きましょうということですね。ね次はまあできません ですね、もうあのやらない宣言になっちゃうので,で、えっと、次がそれ私ですかっていうことで結局営業で大事なことっていうか私はです、ねあのまあ、主体性というか自主性だと思っていて自分がやるっていう、まあ、その範囲を広げていかないと営業で自分ができることの範囲狭まっちゃうんですよねでマーケットがこれだけ早く動くで敵も多いそうなってくると営業が自分でできる範囲を広げていかないと結局競合、まあ、に負けてしまいますよっていうことですねで最後、えー、やった方が良いですか ということで基本的に営業の仕事なんか全部やった方がいい仕事ではあるんですよ。ただ、その中で自分で優先順位をつけてしっかりやっていきましょうということなので、まあ、あのやった方が良いですかということも NG とです、ね。なんか繰り返しですけど、こういった言葉を使っている場合っていうのは思考が止まっている、思考が停止してしまっているケースが非常に多いので、もし自分がこういう言葉を使っていそうだなという方はです、ね、えー、ぜひちょっと一度チェックしていただいて、まあ、考えて動くと、考えながら動くという視点で、ぜひ営業を取り組んでいただきたいなと思っております。本日は以上です。営業チャンネル。 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。